カザマ俊介は独立性報告、ソロタレント対処ラッシュの中、木村拓也が辞めない理由は ?7 年前、スマップ解散時の猛バッシングのトラウマ。カザマ俊介、40が12月18日、朝の情報番組、ジップ。日本テレビ系に生出演し、今月スマイルアップ、旧ジャニーズ事務所、から独立することを発表した。 風間は、今まで共に仕事をしてくれた方々、この仕事を見て応援してくれた方々、優しい言葉をかけてくださった方々、心から感謝しています。今まで出会った人たちへの感謝を胸に、出会う人たちに、この仕事を一緒にしたい、この作品を応援したい、そんな人になっていきたいと思っています。とコメント。今後については、フリーランスの俳優、 タレントとして、自分で一歩一歩、手こぎボートみたいなスピードになるかとは思いますが、ゆっくり景色を見ながら時には立ち止まって、ゆっくりゆっくり、一歩一歩進んでいきたい、と語風間の報告を受け。さすがだな風間俊介俳優として、地位はもう確立されてるし、今後は元ジャニーズってイメージを払拭するため、独立は最前提。 楽曲の判権などが絡まない俳優部門のタレントさんたちは独立するよね。寂しいけど頑張ってほしい。カザポン対処か。は,やはり独立が最良なのかな独立しても。彼らの関係性は変わらないだろうけど、やっぱり寂しい。といったコメントが寄せられた。芸能プロ関係者が話す。ジャニー北川氏。 去年87の加害問題を受け、元 V6 の岡田純一さん、43嵐の二宮和成さん、40、生田東馬さん、9に続き、風間さんも独立を発表。続々と俳優系のタレントが独立していますが、それは、彼らには新エージェント会社、スタートエンターテイメントにいてもメリットがないからですよね。 会社が変わったと言っても、スポンサー企業はそれで OK とはなりません。今後も、旧ジャニーズタレントにはなかなか CM 入ってこないでしょう。そして、グループに所属していなければ音楽活動はありませんし、そこに強みがあるスタート者と契約する意味はありませんからね。二宮さんは個人として独立し、嵐としては残る。 という新たな道を示したわけですが、急ジャニーズへの逆に厳しい。同社のタレントに嫌悪感を抱く視聴者は一定数おり、風間さんについても、ジップの一部スタッフからは、以前より事務所を辞めてほしいという声が上がっていたと言いますからね。風間さんにもそういった声が聞こえており、今回の決断に至ったのかもしれません。加えて、 風間さんのようにファンクラブが無料だと独立へのハードルも低いんです。ファンクラブを畳む必要もないですし、収益面でもマイナスはありませんからね。風間の場合、ファンクラブはファミリークラブ扱いで年会費は0円だ。一方で、スタート社とエージェント契約を結んで切ると見られている元スマップの木村拓也、51は個別のファンクラブが存在し、 入会金は1000円、年会費は4000円。独立するとなっても、ファンクラブの調整が必要ですよね。お金が動いていることなので、慎重にしないと大きな問題になりますよね。全度。そんな木村は、12日発売の女性自身公文社によると、木村は交流のあるテレビ局や映画プロデューサーに自ら電話をかけ、 近況報告しつつ、俺、スケジュール空いてるけど、何でもやれるよ、と話しているといい。さらに、いい作品のためなら主演には全然こだわらない、とも語ったという俳優系のタレントの独立が相次ぐ中、今やソロタレントの木村さんは、スタート者とエージェント契約を結んで残留する方向だ、と言いますよね。旧知の制作マンに営業電話をかけたというのは、 まだまだ逆風が副スタート者のタレントとしてやっていくという決意の現れでしょうか。そして、木村さんが残留するのは、スマップ解散騒動時のトラウマも大きいと見られていますね。前度、2016年1月にスマップの独立騒動が勃発した際、5人のメンバー全員が元スマップチーフマネージャーの愛氏と共にジャニーズ事務所を退所すると、思われたが、 木村が残留の意思を示したことで独立計画はとんざ。同月に生放送されたスマップ×スマップフジテレビ系ではメンバー全員が黒いスーツに身を包んで見解を述べるという公開謝罪へと発展。同8月にはスマップが同年12月31日にすることが明らかになった。それ以降しばらく木村さんと妻で歌手の工藤静香さん53。 には、裏切り者といった猛烈なバッシングが起きてしましましたが、あれには木村さんも相当答えたと言います。その木村さんがスタットしないとなればまた裏切るのかや、情がないといった声が上がって、しまいかねない。それを嫌がって、独立することなく、スタート者とエージェント契約を結ぶのではないかと言われているんです。 木村さんは意外と世間の声を気にするタイプのようですからね。前室の芸者、既存をめぐっては、広告に起用してきた日本マクドナルドが現行契約の期間満了後は更新しない。方針を明らかに。同じく日産自動車もジャニーズ事務所所属タレントとの新規の広告契約を結ばないと発表。また、木村がリポビタン D の CM に出場制約も、 今後の起用について、旧ジャニーズ事務所の対応を見守る方針を示している。8月16日配信の文春オンラインは、今週、資生動画高級メンズ化粧品のリニューアルで、CM などのイメージキャラクターに木村を起用する予定だったものの、ジャニー氏の課外問題を受け、白紙になったと報じていた露骨な広告離れがあり、 仕事面でかなり苦戦が強いられている感じの木村さん。独立した方が仕事はやりやすいと思われますが、それでも旧ジャニーズに残って、スタート者と契約するというのは、ファンクラブの存在に加えて、スマップ解散騒動時のバッシングのトラウマがあるのでは全<え>岡田、二宮、生田、そして風間の独立を、木村はどのように見ているのだろうか 木村はインスタグラムで金髪にイメチェンしたヘアスタイルを公開。12月16日には無料動画配信サービス GYAO にて配信されていた木村サヌンがタイトルそのままに YouTube で復活することも明らかになった。